ありがとうございます。ジョージ・ガーシュウィンの But Not For Me という曲を聴いてください。どうもありがとうございます。まず私の友達を紹介させてもらいます。ピアノの豊田隆弘さんです。よろしく。豊田さんと私は15年間一緒に音楽をやらせて一緒に弾いていますけども、いろんなことを一緒にやってきたんです。一緒にカナダの、私カナダから来ましてね。私カナダの国籍なんです。で、60年近く向こうに住んでまして。それで私は豊田さんをカナダに呼んで一緒に向こうでいう、ブルーノートっていうような場所で、ジャズビストロっていうところですけど、そこで一緒にコンサートをやったり、それから他のジャズコンサートもやったり、フランスにも行きました。フランスのルマンっていうところで、一緒にコンサートをやったこともあるし、面白いことは豊田さんがボルドーの駅にピアノがあるんですよね。そこがピアノあるからじゃあやっちゃおうっていうの先生が弾きましてね。それでその周りに何十人って人が集まって、そんなところの思い出があります。それは偶然に起きたことですけど、で今日はですね、ここで私が話すこれあれです、テッド・ユースって言うんでしょ。僕はテッド・オールドで私82です。それで無理して赤いのを着てきたんですけど、若いテッド・ユースのでですね、帽子かぶってるのはですね、私完全なハゲです。それでこれ隠そうと思ってテッド・ユースに合わせてきました。それでですね、何を話すかっていうとですね、私向こうにずっと長い間いたもんですから、その日本に来ると本当に日本はいい国だなと思うのと、
ちょっとこれ考え方が狭いなと思ったり、それと同時にまたカナダ、私カナダです、カナダのことを見てもあそこはちょっと利己主義であんまり良くないなとか、いろんなことを感じるんで、ただ3年前に来ましてね、帰れなくなっちゃったんですよね、向こうに、コロナで。それでここにいることになったんです。そのためにいろんなことを学びました。それで日本はやっぱりどこの他の国にはない良さがあります。僕が好きなのはありがとうとごめんなさいって言うんですか、この2つが。外国に行くとありがとうはありますけど、ごめんなさいはあんまりないんですよ、ね、日本はごめんなさいっていうのがあってね、本当にいい国だな。ありがとうとごめんなさいっていう言葉2つあれば十分生きていけるんですよね。で、1つだけね、私良くないなと思うのは、その日本のなんて言ったらいいかな、同調圧力っていうんですか、その人のことを人間として見ないで、その履歴書とか、それからどんな大学を出たとか、そういうものがとっても大切なんで、個人個人を見ない悪いところがいっぱいあると思いました。それでね、日本ではいじめとか、それとか憂鬱になる人とか自殺とかいろいろありますね。そういうのをなくすにはですね、やっぱりそのあなたと私の違いをお互いに認め合うというところが一番大切なんじゃないかと思います。それでそれは人種は関係なくですね、何人であろう、障害者であろう、それからジェンダーのアイディア、いろいろありますね。やっぱり人は人として見る心のつながりだと思うんですよ。で、音楽っていうのはですね、なぜ私が音楽がいいなと思うのはですね、本当に素晴らしいと思うの。昔私はそう思わなかったんですよ。私がね、音楽バイオリンを始めたのはですね、私がカナダであまりに仕事をやりすぎて、あとテレビのアートディレクターやってたんですけど、テレビの仕事やりすぎて心臓麻痺になっちゃった。だから先生がですね、あなたはもう死ぬよと、このままやって死んじゃうよって言われたんですね。その時にハッとしてですね、その時47、8だったんですけどね、その時から私の人生が完全に変わったんです。それでバイオリンを始めたのは、こんな難しい楽器を、ね、始めたのは大失敗だったんですけど、実はですね、私の友達がそのレストランに連れて行って、私の誕生日、その時に偶然にバイオリニストが来てたんですよ。それが世界のトップのジャズバイオリニスト、それを聞いて私感動しまして、次の日にバイオリンを買って自己流で始めたんです。僕レッスンしたこともないです、それ自己流なんですけども。で、最初は上手くなろうと思ったんですけど、うまい下手はあんまり関係ないです。心の問題なんです、音楽っていうのは。で、心っていうのがだんだん分かってきたんですけど、物を作る人っていうのは心を通して手につながって、それ手から楽器に伝わって、楽器から音が出るんですけど、その音はね、私の心なんです。うまい下手は関係ないんです。いい心があれば、あなたが感じればそれでもう十分なわけですよね。すべて音楽っていうのはそういうものだっていうことが気づいたんです。それで豊田さんと私はここでやってますけども、私二人とも楽譜を見てないですよね。でも終わりが来ればわかるし、なんか人間ってそういうね、なんかそういう空気みたいなつながりがあるんです。で、音楽っていうのは世界の言葉で、喋らなくても空気を通して通じ合う、それは心のつながりなんじゃないか、そんなことを考えてるんですよ。それでですね、もう一曲だけやらせてください。この曲はですね、先生、豊田さんと15年前にやった最初の曲で、These Foolish Things っていう曲です。聴いてください。Thank you.
どうもありがとうございました。どうも。